まにはいいこと言うでしょ、 10% の確率でドキッとすることあるでしょう。やるときやるに決まってる、君が助けてと言えば体を張って立ち向かう。小さい体を使って目いっぱい手を広げて君にアピールするのに気づいてもらえない、僕の気持ち存在さえも見つけてもらえない、この感じを耐えられない。初めて力こぶもついてきて重い荷物も運べちゃう。これから行くんだ美容院、どこへと違うぞ美容院、財布には痛いけどセンスがないファッション、靴だけは少し高価だ、君にアピールだけど気づいてもらえない、僕の気持ち存在さえも感じもう耐えられない。君を待ち伏せ、勇気を持って声かけ、君にアピール気持ち存在さえも見つけてもらえない、この感じもう耐えられない、恋の始まりがもう消えかけた。あと2つあるんで、どうぞ最後までお楽しみください。ありがとうございました。